こう自分で悪いことをしてきて、うんでまあ、それにはストレスだとか悪食とかいろんなものがあるんですけれども、うんまあ、それってこう生命力がこう決まってしまうという、うんいかにこう傷つけてるか、うん、そうなんですいかに悪影響を与えてるかということで決まっちゃ う, そう自分が楽しいことだけをずっとしているのが間違った楽しいことでなければいいんですけれども、間違った楽しいことであればそれは自分の細胞それから血液も汚してるしそこにつながってくるんですよね。そうすると楽しく生きるっていうのは寿命もそれで伸びていくっていうことになるかもしれないですね。そうです、そうです。だからあの早くあの安全なね安全で健康な自分流の、 あの生き方を見つけていけばそんなに長生きしたくないって皆さんおっしゃったとしてもあの美しく健康で男性も女性もね、うん、いられれば何歳まで生きてたっていい話でもって、うんまあ、不健康であれば病気でお亡くなりになってしまうわけだからなるべくはあの病気にならないための健康なお食事それからストレス解消法そういうことを身につけていく、うん、そうすればあの楽しく長生きしてうん何もねうんそれは素晴らしいことでしょ。そうですね、うん、だってこのね、うん、今この世の中1秒息災っていう言葉が、無病じゃなくて1秒息災っていう言葉があるくらいもうみんなはもう病気にはなっちゃうよねっていう。そうなんですね。今昔はまあ10人に1人じゃあの、ね、がんとかになった時、うん、今はもう3人に1人、うん、そういう風にどんどん変わってそのうちの3人の2名はやっぱりあの脳梗塞だとか、うん、だいたい成人病がほとんどなんです。老衰自然になくなっていくっていう形、うん、自然っていうのがすごく少ないほとんど病気が多いですよね、うん、でそうなってとなってからじゃ、まあ、なった方も、まあ、私もすごく指導とかしてるんですけれどもよくはなっていきます。もちろん食べ物でもなる前の方がもっと簡単ですよね、うん、でよくあのシワにすごい深いシワになったのを取ってくださいって言われても、うん、それはなかなか取ることが難しくて、うん、5歳ぐらいは私の力でこう若返らせてあげて も、うんそれもすごいまあ、やはり若くて、ね、健康な細胞を持ってるうちからなるべく早くやってほしい。若いから私はいいのよって言って安心しちゃいけないですよね、うん、その若いうちってアンチエイジングって若いってどのぐらいを言うんですか。うんまあ、今あの非常に皆さんね20歳ぐらいの子でもね、うん、17歳と20歳じゃもう違うんだって実感されてる若い方も多いので私にいろいろビューティー法20歳の子が聞いてきますよね。どうやって細く、まあ、太ってて悩んでらっしゃる20歳の歳です、ね、やっぱりあのすごくジャンクフードなども流行ってますので20歳ぐらいでもかなりねあのダイエットを試みてる。ただ一番問題なのがあの無理なダイエットを急速にしてしまうと、うんまあ、子宮発育不全になったりとかね、うん、いろんなことの現象もありますので、うんまあ、あの人間って粗食で十分生きていける、うん、あの必要な栄養素を、うん、あの最小限の栄養素をきちっと取れば一番それがいいんですよね、うん、多く多く取ってしまってもそれはそこに残ってしまうだけでもって、うん、で栄養価なきちっとあるものを少し少量食べればいいんですね。まとめさんの話聞いてなんか食生活なんかだん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 自分の反省し始めますねやっぱり、ね、伊藤さん塊だから俺本当に上原もとみさんにマネージャーについて聞きたいぐらいですよね。1年間一緒にあの暮らしたらかなりあのなりますね、ナイスバディになると思います。ちょっとどうしようちょっとこれはきっとねそのナイスバディとさこのさっき言った腸液増血論そうですね、このことについてもお伺いいただきたいお伺いしたいんですが、腸液増血論もこれは私の一つの最大のテーマということで、あの血液っていうのはもう骨髄からも、まあ、よく、ね、できると言いますけども、ね、ほとんど腸の壁から生まれていくもんなんですよ、ね、腸壁ですね。腸壁なるほど。で腸壁からあのどんどん血液が生まれるところにもうみんな腐ったものがこびりついてる状態で、それイコールまあ便秘だとか、例えばあの、まあ、例えば下痢とかも一つの、うん腸壁にこびりついちゃって中だけシューって通っちゃってどちらもいい状況ではないんですよね。うん、正しいあのお通じをしているっていうことが大事なんですけれども、まあ、ほとんど今あの欧米化した食生活の中でどうしても腸の壁に腐ったものがこびりついて、じゃあそこがこびりついてそこから血液が生まれますでしょ、ってことは汚れたちが生まれてきちゃうんですよ。なので早く腸の壁にこびりついたその腐敗物をね出してあげないと、きれいな腸になればそこできれいな血液が流れていくんですよ。確かに、ね、なんか
最近大腸がん増えてるってますね。そうです、あの小腸がんというのはほとんど聞かれません。ほとんど大腸がんなんです。それはそ、ね、あの胃で消化吸収して、それからあの腸、あ、ごめんなさい、胃で消化吸収します、うん、胃で消化して腸で栄養を吸収して、で大腸の方にその全ての食べた排出するものが溜まってるんです、うん、でそれをいち早く出してあげる、うんうん、そうすれば、まあ、体はきれいになるんです。で歯を磨くのと同じです、うん、例えばお食事をして、うん、そのままにしとけば虫歯とか歯周病になってしまうんですけど、お食事してすぐ磨けば、うん、あの歯周病にも虫歯にもなりにくい、その、うん、状態を早く体にも作ってあげるということですね。それにはどうしたらいいんですか、うん、そのこびりついたものをきれいに排出したい、うん、まず一つお野菜を食べるのもデトックスですね。繊維質で、うん、腸壁にこびりついているものがかき出させていきますのでね、うん、それから、まあ、皆さんえっと思うかもしれないんですけれども、あの油っていうのは体に蓄積されて油をなるべく取らないようにと思ってるんですけれども、うん、あの化粧品、例えばファンデーションが油でできてたら、それやっぱりクレンジングとか使ったりしますでしょ。なるべくね、あのこってりオイルは使わないように自然に落としていくのがいいんですけれども、なのでなるべく優秀な油を体に入れてあげるっていうのも、その油を油で落とすっていう意味ではいいんですね。で油はオメガという形で表現されて、オメガ3という油が一番最高の油で、これはフラックスオイル、あのお花から取れる油、直に飲んでいただく、まあ、サーモンなどにも含まれてますね、鮭とかにも。サーモンですか、好きです。サーモン大好きですね。できればナチュラルなサーモンを。ナチュラルなサーモンをね、なるべく。北海道出身でもいっぱい食べてた。そうですね、家から送ってもらって。そうですね、汚染されてない、うん、鮭にはそういう体の悪く溜まった油を流してくれる、そういう食べ物もあるんですよ。なんか油が絶対いけないかって言ったら、油もいい油を取って流すのも、これもデトックスの一つで、私はフラックスオイルっていう、あのお花でできたから作られたオイルを少し直に飲んだりもしてますね。オイルを飲むんですね。そうすると流れてしまうんですよね、はい、それとお水ですね。なんかね、僕ずっとさ喋ってる間横顔見てたんだけど、肌がすごい綺麗ですよ、ね。確かに。なんでかなと思ってずっと見たんですけど、これはもうゆっくりとですね、あの年を取るポイントを覚えれば、細胞の強化をしていけば、非常にあの人が5年で年取るとこ1年で取っていけばいいんですよね。そのアンチエイジング法を身につければ年は非常に取りづらくなっていくんですよ。細胞の強化、はい、そうです。それどうやって